1974年の南海ホークスでは、1974年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、野村克也選手兼任監督の5年目のシーズンである。前年、川上哲次監督率いる巨人相手に日本シリーズに1勝4敗で、敗退し巨人の V 級を許したものの、野村監督は、今年も優勝すると宣言。しかし、前期は、 投手陣の高頭を打線が見殺しにする試合が目立ち4位で終了。後期はロッテに次ぐ2位につけたものの、総合成績では59勝55敗16分の3位に転落し、連覇はならなかった。前期65試合のうち、引き分けが10試合もあったことから接戦の弱さがもろに出る形となった。投手陣では、移籍2年目の山内真一や江本武則が、 ローテーションを守ったが、前年優勝の立役者となった西岡三四郎が、右肩痛に襲われ、勝ち星が半減したが、防御率は3.06でリーグ1位となった。打撃陣は、島野育夫、桜井照秀の1.2番コンビは健在だったが、県任監督の野村が12本塁打に終わった。この頃から、江本や西岡などの主力選手が、 野村監督の愛人だった幸夫夫人の現場介入に反感を抱き、これが原因でた球団へ放出されることになる。優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。